皆さんこんにちは。 TLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ TLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。ついに明日8月1日は TLS 7周年お誕生日でございます。ということで、今日のポッドキャストでは7年経ってもできないことを愚痴らせてください。時は2013年。まだ20代だった佐藤愛は仕事の行き帰りの車の中でビジネスポッドキャストを聞いておりました。そこからブログを書くというか、ホームページの作り方とかそういうのを勉強してました。当時はバレエ学校の日本人卒業生のみんなに情報を届けられたらいいなくらいだったのね。あと自分の勉強もしたいなと思ったので、ブログを書くっていうのはいいかなと思っていました。バレエ学校では2007、8年くらいから働いていたから、そっちはすでに慣れていたけれども、バレエ団での研修期間も終わり、そこで勧められてメルボルンのパフォーマーを専門に見るクリニックで働き始めたのも同じ時期だったんですよ。その時と比べたらすんごく遠くまで歩いてきました。最初は年に一度の来日セミナー、しかもボディーコンディショニングセミナーしかやっていなかったのが、今は年に3回、まあ4回の時もあったんだけど、今年はコロナで年に1回に戻ってしまいましたが、そういう特別な時期を抜かして3、4ヶ月に一度は日本行きの飛行機に乗っていました。本も3冊書いてし、クララ連載も1年やったけど、まだ7年経ってもできていないことがたくさんあります。一番大きなことは7年経っても有名になってないってところ。有名になりたくてやってるかと言われたらちょっと長い答えにはなるんですが、 DLS 一本に絞った時もお話ししたかな。当たり前、常識っていうのを変えるためには過半数を超えないといけないってこと。例えばさ、ダンサーは人間であり、人間の体には構造があるでしょ。その構造通りに体を使って、バレエという何百年もの歴史のある芸術に、世界中多くの関係者が作り上げてきたバレエ医学とかスポーツ医学のコンセプトを取り入れる。そうすれば今2020年にできる一番安全で効果的なダンサーを育成することができるはずだよね。だって歴史の中で培われてきた芸術と、今まで歴史の中で作り上げられたサイエンスの両方のいいとこ取りができるんだからさ。それに比べて21世紀のテクノロジーで国境を越えて、ポケットに常に入ってるデバイスでいつでもどこでも勉強ができる。それって DLS が始まった7年前はなかったこと。すごいよね。そしてここまで簡単に手に入るんだったら、ダンサーにとってすごく良い世界になってるはずだよね。だけど現実はそうじゃない。まあ、だいぶ解剖学的アプローチとかっていう言葉が定着はしているようだし、だからこそ私みたいな人間に本や雑誌のオファーが来ていたんだと思うけれども、世界的にもバレエ人口の多い日本のたくさんあるバレエスタジオのほとんどで行われていることが果たして正しいことなのかと聞かれたら、みんな揃ってうーんって言うよね。ここで言う正しいことというのは、なんとかメソッドとかシラバスとかそういうことをほっといて、もっともっと本質的なことね。例えば怪我させないように気をつけるとか、怪我してたら無理させないとか、年齢を考えてレッスンするとか、骨の名前やエクササイズ分析とかそういうことじゃなくって、なんとか歯の腕の使い方とかそういうのでもなくって、もっと基本的なところ、ストレッチがいいとか悪いとか、コンクールがいいとか悪いとかそういうのでもなくって、もっともっと基本的なこと、安全性。それがまだできていないと感じるのは私だけ？皆さんはどう思います？セーフダンスという名前のセミナーは DLS で初めて、いろいろな人たちに当てはまるようにグループ分けをしたクラスです。先生たちよ、子供たちよ、そして大人よ、どの年齢でもどうやってバレエと向き合っていても、たとえそれがプロを目指していなくても、習い事の一つとして週に1回だけやってたとしても、安全に踊るっていうのは大事だと思うのね。安全に踊るっていうのはどういうことか。ある研究ではウォームアップをすると怪我を 50% 防げるって分かってるとか、そういうことさ。睡眠とか食事とか当たり前のことだけど、体を作る、体を育てるためには、怪我を予防するためには絶対に知っておかなければいけないこと。たとえそれがバレエでなくても、心身ともに健康で生活するためには、スポーツするためには、生きるためには必要なこと。でもね、セーフダンスはすんげー人気なクラスではございません。安全に踊るっていうのは、足が高く上がるコツとか、1週間で開脚ができるとか、これだけやればどんどん痩せるエクササイズとかと比べると多分グラマラスではないんだろうね。ここよここ。長くなっちゃったけど、有名になるというのは私が有名になるじゃなくて、安全に踊るという考え方が有名になる、浸透するということ。
この話はプリエボンの先行予約イベントでもお話ししてるんだけど、国家安全輸送委員会の調査によると、飛行機の墜落する確率は 0.0009% なんだって。だけど、毎回飛行機に乗ったら CA さんによるセーフティーデモンストレーションがあるよね。そして設備も定期的に確認されてる。2014年に出された研究だと、260人のバレエ学校生徒を1年追いかけただけで 76% のダンサーが怪我をする。確率としてすんげえ高いのに、予防方法を知っている人たちはバレエ人口に対してほとんどいない。まあ生徒が知らなくてもね、だってほら習い事の一環だからさ。というのは簡単だけど、先生たち指導者も知らない。子供を任せてお金を払ってる親も知らない。そしてそれは7年間一番最初のボディコンディショニングセミナーからずっと変わってないメッセージなんだけど、変わらない。そして毎年 DLS のお誕生日を迎えるために、もしくは本の先行予約イベントとかのマイルストーンが来るために、すごく残念で悔しくて、だったらいっそのことやめてしまおうかと思うこともあります。ウォームアップやクールダウン、コンディショニングの仕方をお話しした、ダンサーのためのボディコンディショニングセミナーから DLS を始まって、バレエの模擬留学を体験して、留学先で怪我や心が折れるのを防ぐための講習会を行い、先生たちへの解剖学講座、治療科、トレーナー向けのダンサー治療やリハビリのヒント、そして子供たちにもエクササイズやバレエの基礎を知ってもらいたいと始めた DLS キッズ。3冊の本に毎月のバレエ雑誌連載、もちろん毎週ブログとポッドキャストとメルマガ。入院しても手術しても穴が開かないようにって必死でやってきたこと、それはまだ7年経っても手応えはありません。エピソード306でコロナで発表会ができなくなった時の考え方として、ポッドキャストだけでエピソードをやったじゃない。その時にバレエ教師は発表会やりスタジオを運営するということを選んだわけ。私が DLS をやってるのは私が選んだから、これはマイチョイスなわけですよとお話ししたんだよね。これは毎回へこむ時に自分に言い聞かせている言葉なんだよ。 This is my choice ってさ。つまりさ、7年やって結果が出なくても誰にも文句は言うなよってこと。私自身がね。そうは言ってもバレエの先生から膝を入れるにはどうしたらいいですかと質問が来ると、本気で DLS やめようかと思っちゃいますね。膝は入れるものじゃございません、伸ばすものですって。そして先生が膝を入れてと注意してたら、そのスタジオにいる生徒たちみんなが間違った使い方を学びます。レモンを切って輪切りにして、その輪っかを舌の上に乗っけると、どう思う？今唾出なかった？出たでしょ。じゃあさ、本をパラパラめくってシュッと指先を切ったって言ったらどう？うって思わなかった？言葉には脳みそに与えるイメージっていうのがあるんだよね。よって膝を入れろと言っていたら関節を押し込み人体に乗っかり、その使い方で生活していたら大人になったら絶対に膝の痛みに悩まされる人たちになる。ただでさえ半月板の怪我とかっていうのは40超えたら痛みが出るって言われるんだから、別に膝を伸ばすエクササイズやストレッチを知らなくても、解剖学的に膝が伸びない子たちはどうなってるのかを知らなくてもいいんですよ。ただね、バレエを指導する人がバレエで必要な体の使い方を知らなかったら、それはまずいでしょ。こういう状況からきっとグランプリエではかかとはどこまで上げますかみたいな質問が子供から来ちゃうわけよね。でも平日の昼間にインスタ使ってる年齢だから中学生以上ってわけで、ちびっ子からのイノセントな質問でもないです。恐ろしいよ本当に。桃栗3年柿8年と日本語では言いますが、 DLS は桃と栗にはなったようですけれども、まだ柿には慣れていないようです。最近の若い子たちはすぐに結果を欲しがるというのは簡単ですが、私佐藤愛も早く結果が欲しいのでございます。応援してくれている皆さんのためにも、早く結果が出なきゃと焦っているのかもしれないし、これだけやってんだから分かってくれよと勝手に思っている自己満足野郎なのかもしれません。もしこれが生徒だったらどうするか。エクササイズを7年やっても結果が出ないよと言ってくる生徒だと想像してください。そしたらやってるエクササイズが悪いか、効果が出てるのに自分では気がついていないだけかと話すと思います。そしてバレエ歴が15年だったら、その半分以下の7年頑張ったくらいで今までの癖が取れると思うなよと言うとも思います。だとしたら日本にバレエが到着し、良くも悪くも日本らしく育っていった中で、まだまだひよっこの DLS がすぐに結果を出せるなんて思うんじゃないよ、お前はバカかって自分佐藤愛に言われそうですね。つまり今の佐藤愛が鬼の佐藤愛に罵倒されてる図です。世の中そんなに甘くないのよと言われることでしょう。自分が思っている頑張りで満足するなよとか、セルフペティに浸るなよとか、もうどんどん言われることでしょうね。
詳しくはこちらのブログで書きましたから自分で読んでくださいとかね、言われながらみんなよくそれで私についてきてくれるね。ということで、私も鬼の愛に罵倒されながら引き続き DLS の7周年目を進んでいきますので、皆さんもぜひついてきてください。7周年記念のインスタコンテストは残りの日数がわずかとなりました。私との少人数制エクササイズクラス参加を無料で狙っている人は写真アップをお忘れなく。また明日8月1日から3日連続で行われるライブも応援にぜひ来てください。ということで、今週はここまで。ハッピーダンシング佐藤愛でした。